皆さんよろしくお願いします。哲学徒です。今回は、女の音と男の音違いって本当にあるのかということでお話ししていきたいと思います。なんか一時期話題になった、話を聞かない男、地図が読めない女とかっていう本があったと思うんですけど、まあたびたびその女性と男性の脳の違いからそのお互いのコミュニケーションの仕方を学んでいこうみたいな本ってよくあると思うんですけど、まあその女性はその感情に自分の感情について話してて、男性はまあ合理的にその解決策を目指してるから話が合わないんだみたいな話ってよくあると思うんですけど、まあ本当にそういう違いってあるのかなっていう話なんですけど、まあ本当にそれが科学的にねあるかどうかっていうと、まあホルモンの違いについて書いてる人なんかもいるんで、まあそういう部分は結構当てはまるのかもしれないんですけど、やっぱりその男と女っていうふうにこう二分化しちゃって本当にいいのかっていうと、まあそうは言ってもやっぱコミュニケーションの中でまあお互いの違いってことをまあ認識するってことのが大事なのかなっていうふうに私はそう解釈してて、まあ男性ホルモン女性ホルモンの違いっていうふうに考える人もいるし、女性が育ってきた文化男性が育ってきた文化の違いだっていうふうに考える人もいれば、まあ脳の構造の違いだっていうふうに言う人もいるけれど、ただその相手とコミュニケーションをとっていて、まあなんかそういう本で学んだことが役に立つんだったら、まあ積極的にどんどん脳を使っていくのがいいんじゃないかなっていうのが私の考え方ですね。でまあどうも相手とのコミュニケーションがうまくいってないぞっていう時に、その仕組みはともかくとして役立つアドバイスがあるんだったらどんどんと取り入れていくのはいいんじゃないかなと思ってますので、まああながちねこの女の男のっていうまあ単純な二分法っていうのは間違ってもいないんじゃないかなと思っていて、そこから得られた経験談をまあ、自分の恋愛に生かすっていう方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ、この動画を見てくださってありがとうございます。ご意見とか、あと感想などありましたら、ぜひコメント欄に残していただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。